米村治は、奈良県桜井市出身の元プロ野球選手、プロ野球指導者。奈良県立郡山高等学校では、1977年、春季近畿大会に進むが、1回戦で、伊カ高の藤高俊彦に抑えられ赤敗。同年夏も、県予選で敗れ甲子園には出場できなかった。1977年のドラフト会議で、 阪急ブレイブスから3位指名を受けて入団。強打の一流医として期待されたが、当時の加藤英二ウェインケージといったレギュラーの影に隠れ、二軍暮らしが長かった。1983年には一軍に定着、主に代打、守備固めとして起用される。同年はブーマーウェルズの控えながら、一流医としても8試合に先発出場を果たした。1986年には、 定評のある打撃を生かし、指名打者、一塁手として16試合に先発。最終戦では3番打者としても起用され打率、329の高記録を残す。しかし、翌1987年のシーズン中盤以降は、出場機会が減少。1988年限りで、現役引退。引退後の1988年11月、球団が、 オリックスに売却され、後継球団であるオリックスブルーウェーブのマネジャーに転身。1992年にトレーニングコーチとして現場に復帰すると2010年に退団するまで20年に渡って打撃コーチや外野守備走塁コーチを歴任した。2011年に横浜ベイスターズで一軍外野守備走塁コーチを務めた。同年11月22日に 来期の契約を結ばないことが発表された。2012年に東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍した。楽天では2軍外野守備総類コーチを経て2012年2月に新設ポストの1軍野手強化コーチに移動。2013年から1軍外野守備総類コーチを務め、同年のリーグ優勝、日本一に貢献した。2014年は61試合で外野守備失策が、 リーグワースト2位の6を記録し、守備の乱れから敗戦につながる試合もあり、同年6月17日付で2軍野手コーチに転じた。その後、2016年からは1軍、外野守備総類コーチ、2017年からは1軍、2軍巡回外野守備総類コーチ。10月22日、球団から対談が発表された。楽天コーチ時代指導した、島内弘明は、 打てない時もずっと励ましてくれたから頑張れた。米さんがいなければ、ここまで来られなかったと述べている。10月29日、オリックスバファローズに8年ぶりに戻りに、軍事異府県打撃コーチに就任することが発表された。背番号は86。2019年9月28日、オリックスは米村から対談の申し出があり、受理することになったと発表した。横浜コーチ時代。 ありがとうございます。